皆さんこんにちは。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。今日はですね、これキークロン Q9 プラスのお話です。お話っていうか、まあ、これね、先日っても結構前ですけど、最初興味本位で買ったんですよね。この 40% コンパクトキーボードって、この横のね、数字キーもなければファンクションキーもないっていう、まあ、とてつもなくこうミニマルなキーボードですね。この白のフルアルミニウムボディのこの可愛さにつられて買っちゃって、最初は後悔したんだけど、まあいろんな方に協力を得ながら、僕なりのね、使いやすいキーマップというのが一旦完成したので、今日はね、その情報をシェアしようかなと思います。で、これ作るにあたっては、ツイッターでもね、いろんなこの VIA のアサインの方法を教えてくれたりとか、あとはね、サルチルさんさんのブログがめちゃくちゃ役に立ったので、概要欄にリンク貼っていくのでね、気になる方は見てください。そっち見た方が早いかもしれないですね。はい、僕のは本当あくまでも僕個人の設定の公開なので、まあ、詳しく知りたいっていう方はサルチルさんさんのブログを見た方がいいと思います。それでは行ってみましょう。で、まずですね、まあ、キークロンの Q シリーズは VIA っていうキーマップ変更アプリに対応してるんですよね。これはオープンソースで、まあ、誰でも使えるんですけど、このアプリに対応しているがゆえに設定変更が自由にできるということです。で、しかも、まあ、設定した情報っていうのはこの本体に、ね、保存されるので、マシンを変えてもね、自分の好きなキーマップでこれ使えるっていうのがめちゃくちゃ便利だと思います。はい、思います。で、一応ここに今ね出てるのは、ここにキークロン V2 もありますけど、これも同様に VIA 対応なので、同じようにね、キーマップの変更ができるということです。で、 K シリーズね、キークロンの K シリーズはできなくて、 K プロシリーズは同じように VIA 対応なので、キーマップの変更がしたいよって方はキークロン K プロ、それから V シリーズ、それから Q シリーズ、 Q プロシリーズがいいんじゃないかと思いますね。で、まあ、基本的なことを言うと、キーを押したらどういう動きをするかっていうのを設定していくっていう、まあ、それだけです。めちゃくちゃ単純なんですけども、奥が深いということですね。最初にですね、レイヤーっていう概念をちょっと確認する必要があるかと思いますので、ちょっとお話しておきましょう。キークロのこの Q シリーズにはですね、見た感じ、この FN キーっていうのがあるんですよね。 FN キーで、この FN キーっていうのは何かっていうと、レイヤーの変更になります。で、 VIA にはですね、5種類のレイヤーが用意されていて、この FN キーを押すことでそのレイヤーを切り替えるということができます。まあ、FN キーの位置もね、実際には変更できるんで、まあ、便宜上今ここの表示されていることを言っています。で、キークロの場合はですね、レイヤー0っていうのが Mac 用ですね。で、デフォルトレイヤーで普通の文字入力ができます。で、レイヤー1っていうのが Windows 用になりますね。デフォルトレイヤーで普通の文字入力になります。で、レイヤー2が Mac で FN1 を押した時のモードですね。それからレイヤー3っていうのは Windows モードで FN1 を押した時です。そしてレイヤー4が Mac、Windows 共通で FN2 キーを押した時に、まあ、使えるレイヤーになります。で、Mac と Windows の切り替えっていうのは、まあ、ご存知の通りですね。キークロの場合だと、ここですね、背面というか後ろのところのここで切り替えることができます。はい、そうしましたらですね、今キークロン Q9 プラスの僕のこの設定がですね、読み込まれてます。で、レイヤーのお話からしておくと、このレイヤーね、0から4というのがこれ切り替えた時になりますね。で、0の場合、1の場合、2の場合、3の場合、4の場合みたいな感じになっています。で、基本的にはですね、 Windows も Mac も同じような動きにはしてるつもりです。一部なってないかもしれないけどね。で、このレイヤーについては、このタブのね、レイヤーズっていうところのタブ見ると、このレイヤーに関するキーの一覧が出てきます。で、 MO とか TG とかなんかいろいろ書いてありますけど、ちょっと僕もね、一部分かってないんですけど、分かってるところで言うと、MO っていうのはそのキーを押している間だけレイヤーが切り替わりますと。 TG は対応するレイヤーに切り替わりますが、自動で元のレイヤーには戻らないんですね。1回タップすることでレイヤーが切り替わるということです。
TT は押している間だけレイヤーが切り替わるんですけども、5回タップすると切り替わったままになります。で、OSL は指定のレイヤーに切り替わって、1文字入力後にレイヤーが元に戻ります。 TO は正直ごめんなさい、よく分かってないですね。で、DF はデフォルトレイヤーの切り替えになりますね。で、レイヤーの切り替えは他にはね、スペシャルキーもあります。スペシャルキーっていうのはこれですね。スペシャルキーはですね、例えば短いタップだと通常キーの入力、まあ、パンってやった時ね、これは通常入力なんだけど、長押ししたらレイヤーが切り替わったままになるってことも可能です。それからですね、ロータリーエンコーダーの、設定もちょっと変わっていますね。キーの入力というよりはキーコードを設定するっていう感じですね。デフォルトではボリュームアップとダウン、再生停止が割り当てられています。で、キーの割り当てでね、僕が気にしたことっていうのが、まあ、いくつかあるんですよ。で、キーの割り当てはね、自分の文字入力の中で、どのキーを多用するのかっていうのを見極める必要があります。で、まず一番困ったのが、僕の場合はね、バックスペース、いわゆる、まあ、削除ですね。Mac の場合は、デリートというよりは、バックスペース。まあ、消して元に戻るって感じですかね。で、場所的には、こう入力していると、ここに小指行くんでね。だから、ここに設置したいんですよ。ここに設置したい。まあ、このあたりは、HHKB の配列とちょっと似てるかなというふうに気がします。それから、ローマ字入力でカタカナを扱うことも多いので、マイナスとか長音記号ね、の入力は、レイヤーを切り替えずに入力したかったので、レイヤー0にどうやって配置するかを悩みました。で、結果、大括弧の前後はそんなに使わないので、まあ、ここね、この辺に、プラスとマイナスとかが設置されています。はい、ということで僕の設定内容を見ましょう。キーキャップの刻印とこの実際の設定内容はもうかなり乖離している部分もあるので、 VIA とねこのキーボードを両方見ながらちょっと見ていきましょうかね。で、まずはこのキーボードアルファベット部分に関しては全く変更を加えておりません。でですね、ちょっと左からレイヤー0を左から行くと、まずタブキー、ここはエスケープキーに変えています。そしてキャプスロックキーはタブキーに変えているっていう、ちょっとね変則ですよね。それから、このコマンドキーとファンクションキーは、これ、実はもう、これはキーキャップもですね、入れ替えちゃってますね。それから、この右側のスペースキーは、短いタップの時はスペースキーで、長押しした時は、レイヤー2に切り替わるようにしています。そして、このバックスラッシュですね、ここはバックスペースに変えています。そして P の横のこのカッコですね、この2つはマイナスとプラスに入れ替えてます。そして、このロータリーエンコーダー、ここはですね、どうなってるかっていうと、今、レイヤー0の時は、画面の大小っていうのは、ズームアウト、ズームインに当てていて、レイヤー2かな、2の時かな、4の時かな、レイヤー4の時ですね、は画面のスクロールに割り当てるようにしています。で、もともとはね、これ、ボリュームなんですけど、このノブはね、ただ Mac でオーディオインターフェース系の場合はこれボリューム Mac 側で調整しても音変わんないんで、まあ、今回僕は違うのに割り当てているという感じですかね。で、レイヤーに行くと、まあ、ここはですね基本的に数字にしています。数字、この FN キーを押しながらここのね QWERTY っていうふうにこの辺を押すと数字になるよという感じでしょうか。あとはまあこの辺はニョロにしたりとか、まあ、ニョロニョロがあったりとかですね、いう感じですかね。そして、レイヤー4の場合にファンクションキーとかが割り当たってる感じですかね。まあ、基本こんな感じでしょうか。バックスラッシュは僕はあまり使わないんで、レイヤー4でここに、もともとのところにあるっていう感じですかね。まあ、こんな感じにすることで、ですね、通常の文字入力はだいぶ快適になったんですよね。で、もともと最初、この左スペースキーの長押しで数字の入力をしていたんですけど、長押し設定した場合ね、ワンタップと長押しの反応があんまり良くなくて、左スペースキーで変換されなくなったんで、こうやめて右スペースキーでレイヤーの切り替えを実現するということにしています。であとは、タブキーとこのキャプスロック、エスケープキーとこれタブキーですけど、まあ、これをね、入れ替えてるって、ノーマルレイアウトから1段下がってるから、タブキーを使うときに間違ってね、エスケープキーを押しちゃうってことがかなりの頻度であって、まあ、これはちょっと本当慣れないといけないかなと思ってます。結構間違えることまた多いかな。
で、このキーのこの入れ替えを実施すると、キーキャップの刻印とずれちゃうんですよね。まあ、これが、まあ、残念ですね。まあ、刻印なしの PBT ダブルショット、OSA プロファイルのキーキャップがあればいいんですけど、まあ、なかなかそんなに都合よくいかないかなと思ってます。まあ、あとは、実際このキーキャップのサイズのままで入れ替えられたら一番いいんですけどね。うん、まあ、それもなかなかちょっと都合がいい感じですよね。でですね、まあ、なんでそこまで苦労してこのコンパクトキーボードを使いたいんですかっていう話なんですけど、これはね、ロマンです。まあ、ロマンしかないですね。まあ、実際は 75% レイアウトを使えばね、大体のことは苦労なく何にも考えないで使えちゃうんですよね。使えちゃいます。なんだけど、このね、見た目優勝の Q9 プラスを、まあ、使いたいがためにいろいろ試行錯誤しているっていう感じですかね。はい。まあ、一番でも本当ここ最近ずっと使用頻度が一番高いあの Q9 ですね、これはね。実際やっぱりね、キークロン Q9 プラスめちゃくちゃ可愛いと思います。で、ちなみにこの Q9 に合わせているこのリストレストは、これはニューフィーのやつを使っています。これちょっとリンク貼っときますね。これ可愛い、ね、それから、このケーブルもね、これはまあ僕 Amazon で買っているやつですけど、まあ、可愛く揃えている感じでしょうか。ということで本日はですね、キークロン Q9 プラスを快適に使うための VI の設定についてお話をしました。まあ、質問ありましたらコメント欄まで、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。